3月12日、弘前市駅前の第一生命ビルで、弘前さくらオーバルズによる働き盛り世代への運動教室が行われました。弘前市では健康都市弘前の実現を図るため、こうした取り組みを令和3年度から進めており、弘前さくらオーバルズと連携して行うのは今回が初となります。参加したのは第一生命保険株式会社弘前営業オフィスで働く30代から60代までの社員およそ15名。弘前さくらオーバルズの永田コーチの指導のもと、さまざまなストレッチで体をほぐした参加者はラグビーボールを使ったパス回しなどを体験。お互いに声を掛け合いながら慣れないボールさばきを楽しんでいました。はい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 、右はい、ありがとうございました。普段の運動不足を痛感しました。今年は雪かきもあまりしてないですから、でこういう強制的な機会がないとなかなか運動ってできないので、あの春の健康診断に向けて少しなんか調整していきたいと思います。あのラグビーボールを使っての運動も初めてだったのですごく楽しかったです。あの健康都市弘前に向けた取り組みということで、はい、今後も継続していきたいと思います。私たちはあのラグビーの力で地域を輝かせるというビジョンで活動しておりまして、あのラグビーを使って皆さんが健康になってもらえればという思いがあってやらせていただきました、はい、すごく楽しく皆さんまたやりたいって言って帰ってもらえたんでよかったです。